チャオ、あっちゃんです。今日は業務スーパーの、簡単パスタ、バジルとチーズのマカロニ、いただきます。おいしい。チャオ、あっちゃんです。今日は業務スーパーの、マカロニ、簡単パスタ下茹で不要のマカロニ入り、バジルとチーズのマカロニ、これ作っていきたいと思います。これね、 550cc の、水を沸騰させます。でそこにこれ掘り込むんだけどね、いきましょう、作りましょう。はい、沸騰してきたらここにね、このマカロニを全部入れます。これね、中にね、もうソースもう全部入ってね、いい匂いするわ。これを全部バーンと入れます。で、だいたい13、4分、ね、入れていきます。これね、中火にしてね、お好みの硬さになるまで、13分で13、4分茹でますって感じでね。で、これで13、4分、時々混ぜながらね、ずっと混ぜてやんでもいいんだけど、時々混ぜながら、茹でていきます。チーズのコクとバジルを効かせた味わい深い美味しさ。2人前、184g で、230円ちょうだかな、多分そんな前だと思うんですね。そんな高くないねんけど、ちょっとこれね、ご飯の副菜に、あとは、軽くお昼ご飯とかにね、いいかなと思うんだけどね。まあ、2人前って言ってもね、1人で食べきれねんことない量は量やねんけどもね。まあ、このまま13、4分出ていきます。途中ね、水が減ってきたらとろりしてくるから、かき混ぜかき混ぜしながら作っていきます。はい、約ね10分ぐらい今入れてね、だいぶね汁気がなくなってきて、またね、ちょっとねこの辺からね、焦げつきやすくなるんで混ぜていきます。この辺までね、そんな混ぜやんでもいいんだけどもね、まあ、スープがね混ざる程度に軽く混ぜたら、あとはふつ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 とさせていきます。で、約10分ぐらい茹でたらね、こんな感じにとろみ出てくるんで、こっからは焦げないようにね、混ぜながら茹でていきます。で、まあ、パスタのね硬さっていうのは好みがあると思うんでね、好きな好み、硬さになるまで茹で上げていきます。大体まあ規定で13っていうからね、それまでぐらいでもいいのかな。今11分ぐらい経ってるんでね、途中でね軽くね一つつまんで食べてみましょう。12分ぐらい茹でたら食べようかな。ちょっとね、規定より早い方が、アルデンテかな。でもね、マカロニはね、アルデンテ、ちょっと茹でる方がいいかな。そこはね、好みがあると思うんだけどね。もうスープがね、ほら、なくなってきたりとか、ソースがね、とろみがついてくるんでね、もうぼちぼち出来上がるんでね、焦がさないように、あとは火加減ちょっと調整しながらやってみてください。最初はね、ちょっとね、中より強い目ぐらいの方が、早くスープが飛ぶんでね、煮詰まっていくんで、煮詰めていかなあかんからね。ああ、まあ、言わなかったかな。じゃあ、12分ぐらいで飛びましょう。ちょっとね、ソースがね、飛びすぎないぐらいがちょうどいいんでね。はい、約12分経ったんで、火を止めて、器に落としていきます。もうこれで完成。めっちゃ簡単でしょ、作るのはね。これね、4種類か5種類味出てんね、まあ、全部ね試してみようか思ってるけどね、またね色なんか買っていきます。ではこんな感じ。はい、ということで、業務スーパーの簡単パスタ、下茹で不要の、マカロニ入り、バジルのチーズマカロニ、食べてみましょう。チャオ、あっちゃんです。今日は業務スーパーの、簡単パスタ、バジルとチーズのマカロニ、いただきます。これね、結構ね、おいしい。トリュフチーズと
トマトチーズかな、食べたことあるの。今回バジル初めてやけど、バジル美味しいな。チーズのね、クリーミーさ、マイルドさと、バジルの風味、バジルがめちゃくちゃ効いてんねん。口の中、ふわっとバジルの香りが、入ってきてんねん。チョコボールの青だしじゃない。チョコボールの青だし。美味しいね、これ。ソースとパンに入れの。あ、それいいな。何て言うかな。ソースと一緒に茹で上げていくから、ソースの辛みがすごいよね。赤ちゃんがよくやるパンに、パンまだあんねん、焼こう思ったら、パンに挟んで、バジル、バジルバジルはパスタパン、おいしい。最後ソース交換持ってきてるけど、挟んだら美味しいな。超小麦粉やけどね。うん、これは美味しいよ。あれね、2人前、1人で。勤務時間5分前にさ、帰る準備ってさ、全然ありやと思うね、労働基準法的に考えたら。だって服着替える時間も、どうでも休みは何してもいいで、10円の方に触れへんだけどね。ってことは栄養部分だったら出てきた、味結構ねしっかりしてて、ね、チーズの風味がめっちゃ効いててね、でバジルがそこに絡んでるから、バジルが口の中に爽やかな味がするね。でパスタはあのね、この汁型のパスタやからソースの辛みがすごいんよ。このへこみのところにソース入ってね。で、まあ、パスタはアルデンテが美味しい。パスタってあのスパゲッティはアルデンテ美味しいけど、マカロニはアルデンテよりちょっとこう茹で切った感のある方が美味しいかもからね、これはね美味しい、まあこれが200円ちょっとぐらいで食べられるのはいいんちゃうかな。で、これ2人前やねんけどね。1人でお昼ご飯やったら、2人前でちょうどいいんちゃうかな。これで2人で食べたらちょっと少ないかな。だからこれとパンととかつけるとか、なんかメインがあってのこれっていうのがいいかもわからんね。で、まあ、まあ、パスタってね、パスタとパンとサラダみたいな感じするやったら、これでも十分かも。これ2人前。で、これだけで食べようと思ったら、2人前で1人分かもわからんけどね。まあ、味はね、すごい美味しい。で、まあ、作るのね、20分くらいかかるね。お湯沸かして、550cc のお湯沸かして、で、12、3分茹でる。
その13から4分って書いてあるんだけどね、規定ではね。まあ好きな百子様で茹でて、ね、だからまあ作るのに20分ぐらいかかっちゃうけどもね、まあもうちょっと簡単に作れたらええねんけどねえとは思うんやけど、あっちゃん的にはありちゃうかなと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんの業務スーパーレビュー、何だっけ、簡単パスタ、バジルとチーズとバジルのマカロニ、レビュー良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。美味しかったよ。ありです。